この身は高貴なものですが、ここへ来たのは身分を隠し世を渡り歩くため。あなたの腕を見込んで頼みがあります。今から私の護衛になっていただけませんか心配しないでください。危機が訪れれば私も手を貸しますので。ズレズレなるままにひくらし。 すずりに向かいって。<laughs> 浮世の風景は、いく千年も変わらないというのに。人の世とはこうも、白露つゆと泡のように、儚い。この美しい風景も、そばに誰もいない以上、私の普遍を引き立たせるだけ。 雨なんて大したことはありません。まだ雷も鳴っていないのですから。あら、雷が怖いのですかこの世で唯一無二の高貴なるものであり、最も恐ろしい雷帝の化身があなたのそばにいるというのに。冬将軍も来たのでしょうか。晴天でさえ、 来帝の光を遮ることはできません。雨が降らずとも、信頼を下せます。あの木を見ていてください。んわかったから、もうやめて。そうですか。朝の挨拶をしたそばからあくびをするなんて、たるんでいる証拠かと。ですが、今回はその無礼を許しましょう。 おはようございます。甘味が食べたいですね。えいけませんかこんな時間に甘いものなんて、とは一体。以前は将軍の身分によって甘やかされていたと。そうだったのですね。夜の流れ星について知りたいのですか 瞬く間に流れゆく天の光です。え実はあなたが流れ星空を駆ける者は天狗だという言い伝えがあります。あなたも天狗だったのでしょうか私の命によりこの世の全ての雷鳴を沈めました。今夜はゆっくりと眠れることを願います。 来帝と稲妻は、刹那に去りゆく。だからこそ、永遠を望むのです。い,いえ、望むだけでは足りません。必ず、永遠をこの手に。魔猛とは、とても恐ろしいもの。この身が誕生した意義も、魔猛に耐えるためです。そしていつか、 内なる存在は永遠に触れることができるでしょう。あなたは今や私の側用人です。言い換えれば、幕府に対して有益で私に忠誠を誓うものであると判断しています。護衛とは言いましたが、私が危険に陥った時にかばう必要はありません。 将軍の作りは丈夫で、壊れた時は、火えも効きます。ですので、身の危険を感じた時には、この将軍を前に突き出してもらって構いません。稲妻のなぎなた術と剣術、それに刀の鍛造技法は、基本的に私が伝授したものです。そこから、人々の個性によって、 枝分かれしていきました。どうでしょう私の人たちをもう一度受けてみませんかそれでもまだ無事であれば、あなたに稲妻で流派を開く許可を与えましょう。武道の精進とは、どうしてこうも人を引きつけるのでしょうか共有したいこと 特にありません。それよりも、なぜ神の目を持たないあなたが元素力を使えるのか気になります。話してくれますか忠実な死士であり、優れた武芸を有し、豪傑の二文字を背負うにふさわしいものです。あの者がいれば、九条家もまだまだ栄えるでしょう。どなたのことでしょうか ああ、花火職人の。刹那の幻像を作り、夏の幻想に酔いしれる人。彼女も我が民の一人です。ん天領奉行の領地で花火が上がっているまさか彼女が。愚ばしは、確かに私が切り伏せました。しかし私は、 産後の宮の民に、それをワタツミとして祭り上げることを許可しました。今の産後の宮は、鳴神カ文社を破壊し、幕府を裏切ろうとしています。彼女はワタツミの荒人神の巫女として、責任を取らなければなりません。誰でしょうかかつて彼と主席を共にしたとき、 私はただの影武者で、神々の末席に属していました。彼は、そのような選択をしたのですね。しかし、これからの時代も、彼は多くの人と、絵にしを結んでいくことでしょう。風神の化身は、今もその名前を名乗っているのですか正直、 初めて彼と会った時から、相性が合わない感じがしていました。それ以外の印象は、お酒が強いことくらいですね。何かあるなら、言ってください。雷の日に、桑原桑原といえば、大事には至らない。そう人々は信じています。もし私が起こした雷であれば、 あなたに害はなしません。ですが、自然現象の雷の場合、そうもいかないでしょう。愚問です。この世には、やらなければならないこと、そしてやってはならないことの、二種類のみが存在します。私に料理を作らせないでください。基本的に私は何でもできますが。 料理だけは、本当にダメなんです。将軍の言ったことは、無視してください。甘いお菓子が好きです。虫歯になったら、変えればいいだけのこと。永遠の追求に影響するわけがありません。愚問です。この世には、体を維持するための栄養素と、そして、 体に害をもたらすものの二種類のみが存在します。今日は、あなたの生誕の日でしたか私と城へ戻り、全旗本の前で祝辞を読みましょう。恥ずかしいからやめてほしい、とそうですか。誕生日、おめでとうございます。今日は、 一緒にお祝いをして、一年で最も印象に残る素敵な日にしましょう。そして、来年の今日も、またお祝いを。こうやって続けていけば、永遠の幸せを手に入れることができます。我が流派、初伝の位では、たちの苦行賢治の性、それと、なぎなたの基礎が学べます。 他の流派と大差はありません。おい,いよ。正しくは、他の流派が私のと大差がない、ですね。我が流派、終電の位では、剣術に必要な構えの変化を学び、薙刀なた術に必要な、切りと、返しの理りを理解する必要があります。我が流派、回電の位では、 奥義を学ぶ必要があります。しかし、そのほとんどが元素力を使うため、ただの人間には難しいでしょう。世に出回る大半の流派は、この境地に触れることさえできます、ね。奥義中の奥義。無双であり、無双の人たち。あなたが練習に付き合ってくれるのなら、私はより早くて、 強い人たちを繰り出せる気がします。